あのさっきね、谷秀さんがエコ谷ちなんだ歌ということで、なんか地元のねネタをあの歌ったんですけど、さっきそれを聞いてですね、ちょっと僕もひらめきまして、僕もあのちょっとエコ谷ちなんだ歌をちょっと歌ってみようかなと思いました、はい。題しましてエコ谷駅前まだでしたかね。以上でした。